皆さんこんにちは。指揮者とバイオリンも弾く指揮者の木村浩太郎でーす。イエーイ。今回はですね、ゲストをお招きして指揮者木村浩太郎がバイオリンで演奏バトルをしたいと思います。イエーイ。さあ、そこで今日の僕のですね、対戦相手お呼びしたいと思います。赤コーナーバイオリン研究所所長、藤木所長。どうもこんにちは。はい、こんにちは。というわけでね、まあ、茶番はここまでにしてさあ、じゃあさあ、今回はね、一体何ですか対決って ね、 ね、皆さんなんかね、どう思います皆さん、ね、で対決っていう、はい、はいはい、今日一体どういった内容で対決しましょうか。そうですね、あの、はい、今日多分あの皆さん、視聴者の皆さんね、今日所長さんに初めてお会いすると思いますので、じゃあまずあのよかったらあの所長さん、自己紹介、はい、よろしくお願いします。あ、はい、バイオリン研究所所長の藤木修二と申します。イエイ、はい、よろしくお願いします。そうですね、まあ、あのしばらく、日本の外側におりまして、うんうん、で、まあ、あのコロナの、ね、影響でちょっと日本に逃げ帰ってきて、まあ、今に至るような感じですね、うん、で、あの木村さんとは、ね、あの個人的に、知っていたもので、ね、今回ね、こうやってお邪魔することにしました。わ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあさあ、ということでですね、今回のバトルは、はい、イタリアの作曲家ヴィットーリオ・モンティが作曲したチャールダッシュです。来ましたね。はい、これでもともとマンドリンのために書かれた曲ですけど、はい、バイオリンやピアノ向けに編曲したものがよく知られてますよね。はいはいはい、うん、そうですね、これ、まあ、まあこれきっと皆さんもご存知かなですかね、うんうん、結構やっぱり有名ですよね。そうですね、そうですね、うん、でね、なんかあのこのさ、チャルダッシュを演奏する動画っていうのがね、この今 SNS の中でね、こう要するにこうバズる、要するにこう再生回数がね、上がるっていうことで噂らしいんですよ。だからそういうね、ちょっとこう流れに乗っかってみたいななんて思いながら。いや、それ乗っかりましょうよ、ね、乗っかりましょうね、それはぜひ、はいはい、で、あの、どうですか、こうチャールダッシュに対する、はいはい、印象ってどうですか。印象はね、ですね、うん、まあ、もちろん最初に出会った時の印象と今がね、まあ、だいぶ大人になって今感じる印象とだいぶ違うんですけど、最初に出会った時はね、うん、あ、バイオリンってこんなことできるんだっていうのが最初 の、ね、あのファーストインプレッションですね、うんうんうん、でその後、まあ、だんだん勉強していく、うちにですね、まあ、うん、チャルダッシュというのは一つの音楽のジャンルというか、うん、まあ、その種類の名前であると、うん、で今回、ね、使うのはその一人の作曲家が作曲したそのチャルダッシュの形式を使った、形式とか音階を使った、まあ、曲になります、うんうん、というふうに今はね、そうやって感じることができるんですけど、まあ、とにかく、これは有名でして皆さんご存知なので、うんうん、なんでしょうね、例えば居酒屋とか、まあヨーロッパだったらね、あのバーとかね、うんうん、で、あ、兄ちゃんバイオリン弾くのちょっとやってみてよっていう時に必ず受けるのがこれですね、うん、なるほど、まあ、間違いないです。なるほどなるほど、うん、100% じゃないですか今のところ。うん、なるほど、いいね。ね、いや、そんな木村さんいかがですか、チャルダッシュの印象というのは。そうですね、やっぱなんかね、僕はね、うん、あの結構あの子供たちに演奏してあげる機会が多くて、まあ、あの保育園とかもその子たちはもう、ね、キャキキャキキキ言って、いや、喜ぶでしょうね、喜ぶ喜ぶ、この曲はね、はい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 、うん、そんな感じです。そんなね、チャルダッシュを使って今日は対決をね、していくんですけど、いや、もうね、対決、うん、まあ、昨日からね、対決しようとは 言われてたんですけども、楽しみすぎてね、もうどうやってやっつけてやろうかと思って、もう楽しみで眠れませんでしたよ。いや、まあ、僕がやっつけられるのはさ、もう目に見て分かるんだけど。いや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 、そういう意味じゃないんですいや、あれ、あれですけど、はいはい、ね、所長さ、この今回のようなこう、はい、バイオリンバトルみたいなこうセッションの経験ってあります？ありますよ。まあ、僕はあのヨーロッパにねずっといた時はずっとクラシック畑でだったので、ほとんどねそういう経験はなかったんですけど、まあその後ちょっと中国に移りまして、で中国ではですね、まあ学校であの学生を教えながら、まあ演奏活動もたまにやったりなんかしてたんですけど、でその一環でですね、なんかいろんなまあジャズのミュージシャンと一緒にこうやったりとか、まあ、あの彼らの言葉で言うとジャムっていうんですけど、ね、ちょっとあのジャムしようよ、まあ、レッツジャムっていうんですけどね、イチゴジャムとか。いちごジャム、そう、ね、で何ジャムが好き？いや、それはマーマレードに決まってるじゃないですか何を言ってるんですか、まあ、それはいいですで、もうバトルが始まったよ、はいはい、まあ、でそれで、
まあ、なんでしょうね、まあ、この曲だけじゃないんですけど、まあ、例えば、うん、バッハのあるワンフレーズを使ってもこれでずっとこうジャムをやるとか ね、そうそう、そんなことをやってましたね。なるほど、うん、いや木村さんいかがですか、こうやってなんか、まあ、セッションというかね、そういうのをやりますか。そうですね、あのこの後ね、あの、うん、今日一緒に演奏してくれるピアノのね小平丸くんが出てくれますけど、うん、演奏してくれるんですけど、はいはい、小平丸くんとね最近そういうこう、まあ、セッションっていうか、まあ、即興をやりだして、うんうんうん、あのやっぱりすごく楽しいなって思うし、うん、あのもう本当に録音しとけばよかったなって思うのがいっぱいあるなと思ってて、もうその場 その場でしかできない音楽がね出てくるのが面白いなと思ってますね。そうそう、うんうん、録音してない時に限ってね、うん、そういうのある。そう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 、まあ、だからなんか台本なしだよね、台本なしでね、もうその思いついたままでいくかなっていうことで、はいはい、まあ、本当に今日ね今回どうなるかすごい楽しみですけど、じゃあそれではですね、はい、私兼業指揮者の私と、はい、バイオリニストのですね、バイオリニスト研究所所長、はい、藤木さんとですね、はい、バトルをねしてみたいと思います、はい、さあセッションですね、セッションですからもちろんアドリブもね交えて、うんうんうん、演奏すると思いますね、多分ね、はいはいはい、だってまあ全然決めてないですからね、はいはい、まあただでさえ高いですね、このハードルが高いこの曲にですねアレンジを加えるんですから、まあ要はハードルが上がりましてですね、まあどうなるか本当にあの楽しみですけどね、まあ多分めちゃくちゃになるのかなさあということでね、じゃあ今ちょっと握手はできないけどね、肘タッチ で、ね、じゃあ試合前のね、はい、友情を語りましょう、はい、さあそれではラウンド1ファイト。さあということで、はい、キャルダッシュ対決ラウンド1ということで、こちらはピアニスト小平丸くんにも登場していただきます。さあ木村さん、ね、ラウンド1のどんな対決しましょうか。ラウンド1の、ね、はい、対決の内容は、はい、チャルたちの、ね、最後の部分 を最後まで演奏するんですけど、それを最後の部分、そうそう、最後の部分を最後まで演奏して、どれぐらいのタイムでいけるかというタイム競争対決ということで、なるほど、なるほど、ということで、ね、斬新な対決ですねそんな対決なかなかないですね。ないの。じゃあ、でその、どの部分をね、普通はどのぐらいでやってるかっていうのをね、はい、一度聞いていただいた方がいいですね。そうですね、それがいいね。じゃあ、所長、はいはい、やってもらえるの、はいはいはい、はい、ちょっとやってみましょうか。じゃあ、所長、お願いします。この部分ですね。そうですね、だから今回のちょっと特別ルールとして、はい、本当はティーラリ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 ラランチャンダーみたいな感じですけど、まあ、タイムを、ね、測ってチャンチャンチャンと最後はね短く切るっていうところで、まあ、タイムを測っていこうじゃないかという対決がラウンド1ですね。 OK、はい、では僕たちのねこの対決をファゴットの高原ちゃんに審判をしてもらおうと思います、はい、高原ちゃん、ね、よろしくお願いします。そうですね、これは使うよね、やっぱり誰かに、ね、やっていただかないと。そう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 、で、高原ちゃんが今からね、このストップウォッチでね、正確に測ってくれると思いますので、うん、あのさ、僕ちょっと勝てる気しないからさ、あのちょっと僕のタイムちょっとね、ちょっとおまけしてよ。あら、頼むよ、いいかな、はい、まあ、ということでね。じゃあ、高原ちゃんはあれですよね、タンタラララ、タンタラララピンで大丈夫ですかね。 OK、 タンタラララ、タンタラララピンのタイミングで、はい、ちょっとおまけしてよ、僕ね、ちょっと考えておきます。よし、はい、さあということで、じゃあまずは言い出しっぺの、はい、僕から行こうじゃないか。おはよう、来ましたね。おいや滑りますね今日も。はい、お願いしますよ。はい、はい、それでは、はい、行ってみたいと思います、はい、チャルダッシュ、はい、ラウンド
この超速は相当速いんじゃない、タカルちゃんちょっと、ね、はい、タイムどんな感じなんですかね。タイムなんと18秒43。おお、まあ、これが果たして速いのかどうなのか分かんない。まあ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 、はい、体感はすごい速かった、ね、うん、まあなかなか嫌じゃないですかということで、じゃあ私が行きましょうか。頼むよ、はい、よし行きます。もうね、早いんじゃないの。ちょっと最後の方めちゃくちゃなりますね。まあでもここはね皆さん、これ時間の勝負ですから、正確さの勝負じゃなくてね、木村さんね。いやこれ早かったんじゃない。早かった。どう、ちょっとね僕もねまだ時間知らないんですよね。皆さんどう思います。いや、でもそうだね、体感は結構余裕がなかったです僕も。ああ、呼び呼べれって感じだったから相当早いと思うんですよ。OK ということで、さあタイム、タカルちゃんタイムをお願いします。タイムは16秒2。早いね。早いな。まあ早くて面白いのもまあまあまあいいですね。いや、こんなことやるために僕は子供の頃からバイオリンをやってたわけじゃないんですよ。早いな。早い早い。いやー、これはもう、まあこれでもおめでとう。あ、まあ、ね、タッチ。これ昨日の夜も寝ずにやっぱりどうやって倒してやろうかと思う考えてましたからね。いや、まあまあ予想通りの結果だね。生成しましたよ、はい、予想通りの結果だね。さあ、じゃあラウンド1はバイオリン研究所所長、藤木所長の勝ち。イエー、はい、皆さんありがとうございました。第1ラウンドはチャルダッシュ早引き対決でした。ね、藤木所長、驚異的な、ね、スピード記録でした。まあね、藤木所長が、ね、言われてましたように、まあ、ちょっとこう音楽で、ね、競争するのは ね, ね、まあ、どうなのかなっていう感じですけど、まあ、たまにはですね、まあ、こういう企画もね、あの面白いなと思い、させていただきました。さて、いよいよですね、後半戦はファイナルラウンドでございます。チャルダッシュジャムセッション対決ということで、次回ですね、また引き続きお楽しみいただきたいなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。木村さんの旅でチャンネル登録もよろしくお願いします。さあ、それでは皆さんご一緒に、せーの、さようならー。